今までで一番強いボディは誰だったの？聞いたな。あ、でもアーツさん、それこそ現役に退社して何年も経ってるのに、やっぱヘビー級っていうのもあって、やっぱパンチ力ありましたね。へえ。天心選手も、めちゃくちゃ拳ありました。天心選手、はい、はい、めっちゃいい拳です。はい、一番軽いぐらいの選手なんですけど、全然パンチめちゃくちゃありましたね。あ、じゃあ今回そのやばいやつもすごいかもしれないですね。そうですね、見た目とか細くても、打ち方は分かってれば